次は大リーグです。ヤンキースの松井秀喜選手は26日のホワイトソックス戦先発から外れましたが、途中出場の1打席でヒットを打ちました。お伝えしていますように、御嶽山の噴火で40年にわたって連載を続け、世代を超えて親しまれた人気漫画、こちら葛飾区亀有公園前派出所が以上、ここまでは地震関連のニュースを福岡のスタジオからお伝えしました。今日は春の暖かさです。では詳しくご覧ください。この後、ファンの女子高校生に猥褻な行為をしたとして、こんにちは、12月24日木曜日、報道ステーションです。あ、間違えちゃった。もうちょっと、あれ、もしかして宮根さん、大丈夫ですか？ミヤニヤですよ。あ、そう、ミヤニヤです。ミヤニヤですから。すいません、間違えました。ちょっとびっくりしましたよ。はい、ということで、驚きのニュースが入ってまいりました。はい、耐久性にも優れていてですね、お店で行われている630万回以上のテストにですね、耐えたということで、春日さん。630万回か。今言ったんですけどね、私。これ壊れないということで、春日さん、試してみてください。ほら。全然余裕です。ほら。すごい。大変申し訳ありません。使い方は正しく守ってください。そうです。はい。大学では上がっていました。で、今日夕方には専門家が、今日夕方には法科大学院の責任者が文部科学省を訪れ、経緯を説明しました。では小倉10レースのパドックです。よっしゃー。あ、転ばないでね、転ばないでね、ゆっくりね。あれ、ちょっと待って。あれガチャピン、どこ行った？あれ怖い。めっちゃ怖い。そっか、ガチャピン、そうだよね、黒巻きと同じ色だもんね、抜けちゃうよね。スタッフさんガチャピン映してあげてください。ガチャピンお化けみたいになってますよ。あ、よかった、ほっとしました。じゃあここからはガチャピンと一緒に全国のお天気を見ていこうと思います。本当に同じ色だね。では行きましょう。もうちょっとガチャピン。ごめんね、ガチャピン、青くしちゃったね。よし、じゃあこのまま行きましょう。それではまずは全国の今日のお天気お伝えしていきます。あ、ちょっと緑っぽくなってしまいましたが、今日はこのまま日差しが届くところが多く、穏やかな空が続きそうです。ただですね、日本海側、金沢では雨アイコンがついていますので、こちらでは折りたたみの傘があった方が良さそうです。そして札幌には雪アイコンがついていますね。やはり北海道でも日本海側ほど雪雲が流れ込みやすくなっています。そして沖縄ですが、この後も雨が降ったりやんだり続きそうですね。皆さんも忘れずに傘をお持ちください。では続いて明日の天気も見ていきましょう。ガチャピン、青いままだね。では明日の天気です。西から順番に見ていきますと、やはり西日本は前線や雲の影響でなかなかすっきりしないお天気となりそうです。那覇では明日も折りたたみの傘が活躍します。そして西日本も各地で今日よりは雲が増えそうです。その他のエリア、日本海側を中心に雪や雨が降りやすくなります。東日本でも明日は雲が多く日差しは控えめ、関東では午後になるとだんだんと雲が増えてにわか雨の可能性があります。また各地で寒さも続きますので、暖かくしてお過ごしください。というわけでガチャピンと一緒にお天気をお伝えしていきました。ずっと青いガチャピンだったんだけど、でも青くても可愛いよ。ガチャピンありがとう。以上、全国の今日のお天気、明日の天気お伝えしていきました。ではガチャピンはそろそろお別れの時間ですかね。あ、じゃあガチャピンもっとこっちに寄っていただいて、はい、ガチャピン ありがとうございました。
じゃあ当日待ってるね。というわけで今日はガチャピンと一緒にお知らせしていきました。ありがとうございました。はい、当たりますように。おもっちゃんみかちゃんのファンです。ありがとうございます。ほらもっちゃんみかちゃんのファンです。ありがとうございます。お見えるほらもっちゃんみかちゃんのファンです。喜んでます。あ嬉しい。そりゃそうですよ。お二人のファンでしょ。あそうですね。ありがとうございます。じゃあ聞いてみましょう。詳しく福田さん。もしもしもし、はい、あの福田和樹さんでいらっしゃいますか。はい、そうです。テレビタミンの本橋です。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。当たりましたよ、ハイ&ロー、うん、今頃ってどうしました。今週もお出しなはったけん。和樹さん、テレビはテレビありますか。近くにテレビある。和樹さん、ばあちゃん、ばあちゃん、ちょっとテレビワンセグ作る。かなりちょっとあワンセグをつける。あばあちゃんが近くにおる。うん、携帯で。あ携帯で。携帯で。あちょっと外出なさってるのかな。あの和樹さん、相当焦ってるようですが、和樹さん。和樹さん走り回ってる感じです。混乱してますね。間違いなく混乱してますね。うんうん、でテレビ。片山さん。片山さん。どなたかの家に。福田さんですもんね。福田さんですから。片山さんってどこで。多分どなたかの家で。片山さん宅ですかね。宅で、うん、お盆のワイワイガヤガヤやったんじゃないですか。そうかもしれない。あの和樹さん、和樹さん。そして片山さん、こういう時に限ってとおっしゃって、間違いなく、ね、タイミング悪くてごめんなさい。盆行事の何かでしょうね。本当にあんたら最悪よね。あの和樹さん、和樹さん、はいはい、和樹さん、はい、あの最悪な状態のようですが、あの、はい、今なんかあの寄り合いですか。寄り合いってわけじゃなくて仕事終わる。うん。仕事終わり頃だったんですか。終わり頃だったら、あの今テレビついてますか。ついてるわけないでしょ。はあ、ついてない。ついてないんだったらダメですよ。だから、うん、はい、和樹さんテレビがないと。残念賞だけもらっていいですか。は、残念賞だけ。あ、残念賞もダメなんですよ。ごめんなさい、ついてないと。すいませんね。あんたらね、ちょっと、いや、役に立たんよ、マジで。あの、ごめんなさい。すいませんね。いや、申し訳ない。こういう、あの、忙しい時に弾いてくれるかな。あの、ごめんなさいね。忙しかったですもんね。じゃあ、後でちょっともう失礼しますね。失礼しました。お忙しい中。ごめんなさいね。ごめんください。はい、そういうルールでお伝えしておりますので、まあ、皆さん、お忙しかったですもんね。はい、すいません。ご協力よろしくお願いいたします。福岡市で多額の現金が強奪された事件で、さらに新しい情報が入ってきました。失礼いたしました。あつ森と出てしまいました。それでは現在の秋田市中心部の様子を見ておきましょう。風が相当強く。あつ森が出てしまいました。失礼いたしました。風が相当秋田市内強くなっているようなんですね。で、秋田を含む東北では明日の明け方にかけまして非常に激しい雷雨となる恐れがあります。土砂災害や河川の増水、浸水などに引き続き厳戒な注意をしてください。北陸地方も明日は注意です。それでは。